世界のスーパーカーが頂点を目指すスーパー GT300 クラス開幕。2021シーズンは日本車7車種、外国車7車種、全29台がバトルを繰り広げる。昨シーズンメルセデス AMG との大激戦を制し、チャンピオンをつかんだのは日産 GTR。 盤石な GTR の牙城を崩すのは果たしてどのマシンなのか。スーパー GT300 クラス29台のスーパーカー頂上決戦がついに幕を開けます。はい、今年も大混戦が予想されるこの300クラスなんですけれども、注目ポイントズバリどこでしょうか。僕の注目はですね、これ3台に増えた、はい、やっぱりスープラ勢が、うん、まあ、気になるなと。タイヤメーカーがそれぞれ違う中でも、はい、上位6チームに3台それぞれが入っているので、まあ吉田選手に話を聞いても、はい、非常にこのスープラは、岡山に合っているんじゃないかなというような話だったので、はいはい、まあ、まず一つそこは注目かなと思います。決勝前日の公式予選、ポールポジションを獲得したのは日産 GTR。 しかしそのマシンはチャンピオンチームではなかった。さあ、そしてトップタイムが11号車に入れ替わった。平中克幸がトップタイムをマーク。ゲイナー平中克幸、紙一重でポール獲得。この GTR を脅かす新勢力、それがトヨタ GR スープラ。シンティアムが6番手につけ、鷹の子の湯スープラは5番手。さらに昨シーズンランキング2位の埼玉トヨペットスープラが2番手に入ってみせたのだ。吉田弘樹は決勝へ向け手応えを感じていた。予選2番手、マシンの感触いかがですか。本当はポールやっぱ狙ってたんで、はい、ちょっと悔しさあるんですけど、はい、まあ、レースに関しては余裕があるとは思ってないですけど、いいレースができるかなっていうふうには感じてます。迎えた決勝、レース解説は今シーズンもレーシングドライバー横溝直輝が務める。情報によると、ポールポジションを取っている11号車、はい、ちょっと柔らかめのタイヤで予選上位来てる可能性があるということなので、レースの展開次第ではちょっと苦しいのかなと思いますね。そうなると、まあ、後ろにいるスープラが、はい、埼玉トヨペットのスープラあたりがやっぱり有利に進めるかなと、はい、ポールポジションのゲイナー GTR が履くのはソフトタイヤ。決勝は気温、路面温度ともに予想以上に上昇していた。レース前半、果たしてソフトタイヤは持つのか。2021オートバックススーパー GT ラウンド1、高野のホテル岡山 GT300 クラスです。 GT300 クラスも今レーススタートになりました。ホールショットはカーナンバー11番、ゲイナータナックス GTR が無難にスタート。2番手には52番の埼玉トヨペット、3番手にはレオン、4番手には日産自動車大学校。スターティングオーダーのまま綺麗に GT300 がスタートを切りました。チャンピオンリアライズ GTR 藤浪清人、ペースが上がらないレオン AMG 菅波統合ロックオン。さあ、アウトから来ましたね。リアライズ藤波、バックストレートエンドでアウトから仕掛けオーバーテイク。これで3位。ここも熱いですね、トップ争いが、はい、やっぱりレースは埼玉トヨペット強そうですね。全然ペースもういきますかね。これはストレートでは GTR がターボパワーを生かしまして、その GR スープラを退けますが、
コーナーが続くところ、コーナリングワークでは圧倒的に GR スープラが GTR を追い詰めてくる。やっぱり GTR はその低速から中速域までの加速がものすごい車なので、はい、この辺が、スープラとしても速くてもどう抜こうかっていうところは難しいところですね。ゲイナー GTR がストレートでこの2位埼玉トヨペットスープラを離し、でコーナーで2位の埼玉トヨペットスープラが1位に追いつく、そういう膠着した状態が続いています。ストレートでは離されてしまうスープラ、それはターボエンジンの GTR の加速の方が勝っているからだ。埼玉トヨペットスープラ川合浩太がゲイナー GTR 安田博信を攻略するにはコーナーが続く区間しかない。とりあえずゲイナーさん手をついてついてきます。いや安田選手も本当上手に抑えてますけど、まあこのドライバーとしては今結構厳しい状況だと思いますよ。ゲイナー安田はコーナーで抜かされないためにタフなブロックが必要とされる。しかもタイヤを消耗させるわけにはいかないのだ。もうおかしいぐらい速いあの車。そして残りのスープラ勢はシンティアムが6位、鷹の子の湯は5位とスタートからポジションをキープ。果たして安田はスープラ軍団から逃げ切れるのか。スタート前の安田は中盤ぐらいまで持てば勝利はあるであろうし、やっぱ速いピットになってしまうとレースは厳しいと思うんで、まあ、その辺ドライバーをマネージメントしないといけないんですけど、後ろのスープラ勢とかも前半からプッシュしてくると思うんで、まあ、その辺の駆け引きが難しいですよ。レース22周、ここまで安田は川合をなんとか抑えてきた。何もなければ32から35ラップ行きたいです。つなぎたいね、平中さんに。はい、頑張れ。タイヤでつなぎたい。死ぬほど頑張ってきて。果たして安田はフィニッシュドライバーの平中克幸にトップのままステアリングを渡せるのか。11号車はちょっと柔らかめで、まあ、厳しいレースになるかもみたいなことを言われてましたけど、ここまで上手にブロックしながら安田選手が見事ですよね。いや、もうタイヤマネージメントをやっぱり完璧にできてますよね、はい、逆に川合選手は抜きどころがなくて、はい、今難しいので、まあ、500との絡みをうまく使いたいところですね。そんな抜きあぐむ川合にピットから激が飛ぶ。後ろはもう9秒前半とかペース落ちてるからね、うちのゲーナーだけペース維持してるのは。3番手の今藤波清人がかなり離れているので、トップ争いは2台だけ。3番手の藤波と今2位とは4秒まで離れています。 GT300 は完全にトップ争いは一騎打ち、そして GT300 のトップ争いのところに GT500 のトップ争いが近づいてくる。スーパー GT は性能の異なる GT500 クラスと GT300 クラスの混走。 GT300 のドライバーは速度の勝る GT500 を前に行かせながら戦わなくてはならない。レース32周、ゲイナー安田 GT500 のマシンと絡みペースを落とす。このチャンスに埼玉トヨペット川合が一気に差を詰めてきた。
その時だった。あーっと1台カーナンバー360番がピットを出たばかりのアウトラップでスピン。あこれセーフティーカー出たらまたレースの展開変わるぞ。いやこれはまた入ったイエローフラッグが1コーナーに振られている。さあここでカーナンバー52がピットに入ってきた。埼玉トヨペットグリーンブレーブ GR スープラピンチョに入ってきた埼玉トヨペット。さあここで一斉にピットが動くぞ。トップのゲイナー安田はまだコース上、この判断が明暗を分ける。このアクシデントでピットは大混乱。もしセーフティーカーが入ればピットインは禁止、順位を大きく落とすことになる。まず埼玉トヨペットスープラがピットイン。今埼玉トヨペットスープラがピットインしました。川合からフィニッシュドライバー吉田にドライバーチェンジ。もう今のその1コーナーのストップ車両でセーフティーカーが出るかもしれないというところで、はい、今一斉にみんな入ってきてますね。はい、するとここで隣のピットにマシンが滑り込む。前のマシンが進路を塞ぎピットから出られない。痛恨のタイムロス。なんとピットストップに45秒もかかってしまった。スープラから1周遅れてゲイナー GTR がピットイン。しかし緊急事態発生、隣のピットにマシンがいるため斜めにしか止められない。この時、3位を走っていたリアライズ GTR がゲイナーと同時ピットイン。36番の AU だ。ゲイナーは斜めに止めたためタイヤ交換をスムーズに行うことができない。逆にリアライズはスムーズにピット作業を終えピットアウト。一方ゲイナーはまだ作業中。結果ピットタイムは55秒。なんとスープラより10秒もかかってしまった。上位陣がピットを終えたところでセーフティーカーが入る。果たして順位はどう変動したのか。あ、これリアライズがトップになってないですか。なるほど。あ、今そうですね、はい、これでオリベイラ選手がトップ、2番手レオン。300も激しく順位入れ替わりましたね、はい、ピットを終えたチームの中でトップに立ったのはリアライズ GTR JP オリベイラ。スタートを担当した藤波は、いや正直タイヤは厳しいです。ただ周りも厳しいんで、まあ本当にタフな戦いになると思うんですけど、なんとかね JP 選手頑張ってもらって、もう僕は頑張って見守ります。2位はレオン AMG ガモン直也。そして埼玉トヨペットスープラは3位に落ちてしまった。まあ、あのピットをしてるタイミングはほぼほぼ変わらないんで、あとはもうタイヤ的にうちが持たせて後半勝負できればいいかなとは思ってます、はい、トップを走っていたゲイナー GTR は今何位なんですか。ジャガタで今5番手。ゲイナー GTR はピットでのタイムロスが響き5位へ転落。
めっちゃ頑張って抑えたのに。意外とソフトめちゃめちゃ落ちました。そしてレース40周でリスタート。さあ、そして GT300、 GT300 もいよいよレースがリスタート。さあ、まだステイアウトをしている選手たちを、さあ、ここはこれからトライにかかっているカーナンバー56、後ろから65番のガモーナをやっている。地元岡山県出身のガモーナオヤ、ここ岡山でも優勝経験があります。さあ、56番のディフェンディングチャンピオンを捉えようと、ガモーが射程距離に捉えている、射程距離に捉えている。これはチャンスか、このセーフティーカー明けのラップはチャンスか。まだタイヤが十分でないところ、レオン65号車も狙ってますね、うん、そして52号車もコーナーで、そしてブレーキングでガモーが詰めてくる。そして後ろからは吉田が来た、吉田が来た。52番の埼玉トヨペットも来ている。後方ではゲイナー GTR 平中が持ち前の加速を生かし、ムータロータスをオーバーテイク、4位浮上。さあ、外から行ったか、ここはまだ行けないか。おお、岡山のオーバーテイクポイントとしては、はい、バックストレートエンド、はい、外側からこうオーバーテイクしに行って、はい、並走して次の左コーナーをインを取るっていうのも一つの手なんで。ただそうなるとな、オリベイラ選手が、はい、絶対引かなそうだしな。それでここで今平中選手が追い上げてきてるんで、はい、ストレートの速い平中選手が後ろにいるから、そうか、浮かずにこう仕掛けられないんですよね。 JP オリベイラはスーパー GT16 年目、500クラスも経験したベテラン。昨年悲願の初チャンピオンを手にした。JP の持ち味はアグレッシブな走り。 JP が寄せる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 。レースは残り3周、2位レオン AMG、 3位埼玉トヨペットスープラはトップのリアライズ GTR を追い上げるも、40周近く攻略できていない。中尾注目の埼玉トヨペットスープラ川合は、まあ、正直このコース抜けなくて争ってるのが今 GT3 なんで、結構やっぱ立ち上がりがどうしても向こうのが早いんで、300クラス、あら、ちょっと差が縮まりましたね。詰まりましたね。ファイナルラップでなんか、はい、ちょっと波乱あるかも、うん、ここに来てタイヤが厳しくなり、リアライズ GTR のペースが落ちてきた。レースはついにファイナルラップ。そして GT300 は最後もつれ合うようにチェッカーか。 GT300 は最後 JP でオリベイラがギリギリのところでタイヤを持たしてきたか。そしてトップ56番の、見事最後の最後までブロックし、リアライズ日産自動車大学校とスーパー GT300 クラス開幕戦の勝者はリアライズ日産自動車大学校藤波清人、JP オリベーラ。皆さんありがとう。チャンピオンの強さは今シーズンも健在だった。You keep the top and to finish. すごいグッドレース。Especially, you know, car number 65 was behind me all the time. I didn't have enough room to take a breath.必ずやってくれるってところで、あのね、チェッカーまで持ってきてくれたんで何の不安もなく、はい、もう完璧でした。岡山で、まあ、スープラ早かったじゃないですか、はい、で、まあ、なかなか抜くに抜けないっていう状況がありましたけど、またサーキット変わるとこれ展開もガラッと変わってきますよね。そうですね。スーパー GT 第2戦は5月3日予選、4日決勝、富士スピードウェイで開催されます。
続いてはサザエモチの練習失礼します。行きましょう。岡添真希ちゃんがサーキットを駆け巡り、レースの疑問や気になる情報を徹底リサーチ。実はスーパー GT にお一人だけ女性のチーム監督がいらっしゃるんですよ。今回はスーパー GT で唯一の女性監督を直撃。果たしてどんな監督なのでしょうか。いらっしゃいました。さらに日産 GTR ニスモ2022年モデルの全貌が明らかに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。スーパー GT で唯一の女性監督を直撃。そのチームがこちらで、あ、いらっしゃいました、いらっしゃいました。2008年にもチームを率い GT300 クラスでチャンピオンを獲得しているんです。やっぱりみんなの上に立つ方なんだなって感じがするんですけど、その監督としてのやりがいを感じるところってどういった点にあるんですか。はい、モータースポーツ好きで見てくださる方々のそういう夢を乗せて、スーパーカーに夢を乗せて走るっていう、そういうところのやりがい、責任感っていうのはすごい感じてます。はい、今期の抱負をお願いします。はい、ドライバーが、レジェンドの道上選手とで三山選手なので、はい、私もベテランドライバーの方にいろいろ勉強させてもらいながら自分自身も成長できるようにやっていきたいと思ってます。かっこいい。はい、新たな挑戦を始めた羽賀監督の戦いにも注目です。 GT プラスニュース。日産は GTR ニスモ2022年モデルを公開。クリア塗装を施したカーボン製エンジンフードを採用。ボディカラーは新色のニスモステルスグレーを設定した。この後ポルシェ同士のガチンコバトル。